こんにちは。このコーナーは亀井亮さんと七藤さんの顧問税理士である堀先生に株、FX、仮想通貨の投資、そしてビジネス全般、また個人の副業も含めて税金やら節税やらについていろいろと教えてもらおうというコーナーです。お堀さん、今回もよろしくお願いします。今回はですね、堀さんの以前の動画インボイスの話がですね、なんと再生回数現時点でも22万回突破で、今今年神尾 TV の一番のヒットすごい。なんで22万人もの方がそれことに興味を持って、インボイスに興味があったと。僕が投資方で七福さん、ニュース方でゆいちゃん、歴史方って堀さんのインボイスに勝てなかったです。すごいなぁ、うちのエースです。僕らはもうインボイスやらないそのインボイスについてですね、まだ追加情報があるということで、はい、今回そのお話していただきたいと思います。それではよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。以前ですね、そうやって、令和5年10月からインボイス制度が始まるというお話をしました、はい、で消費税のルールが変わるので、零細企業の資金繰りが悪化して、場合によってはビジネスモデルが今のままではダメになるんかなっていうことをお話しさせていただきました、はい。でですね、インボイス、今もね、亮さん言ってくれはった通り関心のある方多いようですんで、今回は国税庁が発表しているインボイスに関する Q&A っていうのがあるんですけど、その中から特にね、多くの人に影響がありそうな内容をお話しさせていただこうと思います、はい。で最初にですね、簡単にインボイスのおさらいをさせてもらいますと、令和5年10月1日から、はい、お商売をしている人はお客さんに適格請求書っていうのを発行しなければいけなくなります、はい、あともう2年ぐらいですね。そうですね、あ、そっか、でこの適格請求書のことを実はインボイスって言います、でインボイスを保存してないと国に納める消費税が増えちゃうんで、逆にその仕入れとか経費を使うときは必ずインボイスをもらって保存するようにしないといけないんです、僕たちも一言では全然ないってことね。ないです、ないです。インボイス取っとかないとダメですよ。どういうことやろう。それを今から教えてもらいます。なるほど、なるほど。どういうことかというと、例えば商品を1万円で売った時ですね、お客さんから商品代金1万円と、それと一緒に消費税1000円もらいますよね、1万1000円もらうと思うんですよ、でその商品を仕入れた時に、例えば5000円で仕入れてたとします、ほんだら仕入れ代金5000円と消費税500円を払って5500円払ってると思うんですね、で本来であればこの売上の時に一緒にもらった1000円の消費税から仕入れの時に一緒に払った500円の消費税を引いて、差し引き500円を国に納めるっていうのが消費税の仕組みなんですけど、そうですね、実は今度からですね、インボイスを保存してないと、仕入れの500円を引いてもらえなくなります、だから本当だったら国には500円納めればよかったのに、もしインボイス持ってなかったら1000円納めないといけない、そういう風になってしまうんですよ。それだけ大切なインボイスなんですけど、取引相手が一般の消費者から仕入れをするようなビジネスモデルの場合は、そもそも仕入れの相手が事業者じゃないので、インボイスが発行できないんですよね、身近なところで言うと、例えば背取りとか転売を行うためにフリーマーケットとか、ヤフオクとかメルカリなんかを使って個人から仕入れてる場合、また古本屋さんとか CD とか DVD ショップ、ゲームの販売店などが分かりやすい例かと思います、こういうビジネスモデルの場合は今後消費税の支払いが増加してしまう可能性があるので、経営を圧迫することが想定されます、なるほど。すいません、本体の方は引けるんですか？もちろん仕入れ、予付で仕入れました、経費は経費です。経費経費で、だから法人税とか所得税計算する時の経費は経費なんですよ。じゃあその分ではもう的確のインボイスじゃなくても、もらっとくのはもらっといた方がいいわけですね。そうです、消費税を計算する時にインボイスが必要になる、ということになります、はい。でインボイスを発行してもらわなければ仕入れの消費税引くことができないって言ったんですけど、でもね、一般の消費者から仕入れる場合でも、仕入れの消費税が引けるケースがあるんです。お裏道抜け穴正々堂々なんですけどね、インボイスの交付を受けることが困難であるとかの理由によって、古物法、結構取ってる人多いんですけど、古物法の許可を受けている事業者の人が、インボイスが発行できる事業者以外の人から古物を仕入れた場合には、
一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入れに支払った消費税が引けます。おお、じゃあいけるじゃないですか。古物取ってならね。じゃあ古物取れっていうことですね。あの古物に関係する人は古物を取れば大丈夫です。なるほど。で古物商の許可を取っている人のルールを守ることで引く時の消費税を引けるんですけども、うん、その時の帳簿のみの保存で仕入れの消費税を引ける記載事項なんですけど、うん、1つ目、仕入れ先の相手の名前とか住所を保存しないとダメです。お、じゃあもうヤフオクのアカウントとかやったらダメなわけですね。そうですね、仕入れと住所をきっちりですね。教えてくださいって言わないとダメなわけですね。そういうことになりますね。でもこの後出てくるけど、古物法の、あの古物台帳にはもともと書かないといけなかったの で、だからそれで代用することができます。で2番目、仕入れをした年月日、うんうん、で仕入れの内容で仕入れた金額、うん、で5つ目、帳簿の保存のみで仕入れの消費税を引くことができるよっていうことを記載しないとダメです、うんうんうん、で今もね、あの七瀬さんも言い張ったけど、もともと古物営業法っていう法律では、うん、古物台帳に取引年月日とか古物の品目数量、うんうん、で古物の特徴、うん、相手方の住所氏名職業年齢、うん、で相手方の確認方法を記載しないとダメだったんですよね、うん、だから古物台帳をもともと持ってたら、あとは元帳に帳簿の保存のみで仕入れの消費税を引きますよっていうことだけ記載していただいたら、古物台帳と元帳を合わせて置いとくことで引くことができます、うん、あと古物商以外にも、資源の有効な利用の促進に関する法律っていう法律があるんですけど、うんうん、それに規定する再生資源を購入する事業者っていう人がいてるんですけど、うん、その人がインボイス発行事業者の以外の人から再生資源を購入する場合も、インボイスの保存がなくても仕入れの消費税をすることができます、うん、今のってどういうことか分かります？あのうちのお客さんにもあるんですけど、うん、はい、あの工事とかで廃材とか出るじゃないですか、うんうんうん、あれを仕入れてであの加工して、例えば紙とかにね、あ、そうです、できますもんね。うちのお客さんの場合だと電線ね、工事でいっぱい電線出てくるんですけど、うんうん、電線の外側を取ったら中が銅なんですよ。で銅が売れる、そういう商売やってる人がおるんですけど、なるほどなるほど。だからうちの場合はそういう商売も古物取ってあの売ってはる人もいてるんで、うん、両方いてるんですけど、うん、でこの Q&A がなければビジネスモデル自体は変更しないといけないことになる予定だったんですよ。でもこの Q&A のおかげであの変更しなくても大丈夫です。うーん、ま、そうじゃなかったら古本屋とか全部潰れますもんね。ね、大変ですよね。うーん、まあ、仕入れを安く仕入れるか、うん、まあ、どっちにしろビジネスモデルをちょっと考え直さないとダメっていうことですね。なるほど。でそれ以外にもですね、このインボイスの Q&A にはいろんなことが書いてあって、うんうん、何個かあの重要なことをピックアップすると、消費税って2年前の売上が1000万以下やったら基本的には今年払わなくていいんですよ、うん、免税事業者って言うんですけど、うんうん、でもその人がインボイスの登録をしていると2年前の売上が1000万いってなくても消費税払わないといけなくなるんです。ほう、だから忘れずにインボイスの登録を取り下げないとダメなのでご注意ください。いやいや、めっちゃめんどくさいですよ。1000万いきそうになったらインボイス その登録取り消すっていうのをやらんとダメなんですよね。超えたら登録する、超えへんかったら取り下げる。取り下げる、はい、でも取り下げたら相手先からインボイスなかったらお前とは取り消せへんって言われるかもしれないです。ああ、そこはまた問題ですよね。一瞬だけ取り下げる。まあでもね、ここで実を言うとね、税理士泣かずやと思うんですよ。あの亮さんとか七星さんとか多分うちが管理してやるので、うんうん、あのこうなりますよ、ああなりますよってなるんですけど、うんうん、それを言い忘れたらお前何してんねんって怒られるじゃないですか。そうですね。そう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 、うん、だから消費税はね結構税理士泣かせのことが多いんですよね、うん、ここにつっつかれないようにそーっとしとくでしょうね、あんまりお客さんには触れさせへんみたいなね。だからうちの事務所ではこのミーティングとかやるんですけど、うん、あの全員でやるとなかなか時間がかかるので、こう個別にあのミーティングとかするんですけど、うん、消費税だけは全体ミーティングでやります。あ、なるほど。だから全体ミーティングで
担当じゃないところの消費税もみんなで聞いて、うん、ふんふんって納得しないと怖いんですよ、うん、担当だけで納得してるとこんなミスが起こってしまうので。なるほどなるほど。あ、じゃあ僕の消費税は堀さんともみんなで見てる。みんなで見てます。見てます見てます。全体ミーティング、全体ミーティングでやってます。またそれ以外にもね、うん、適格返還請求書の交付義務っていうのが出てきます。はい、はい、ちょっと漢字が多すぎてね。日本語で喋ってます。簡単に言うと、はい、返品のインボイスです。ほう、は、例えばね、例えばゆいちゃんがお商売してて、うん、七牛さんがゆいちゃんから商品を買いました、はい、買いました。で、七牛さんがお金払いますよね、うん、払いました。でその時に領収書ちょうだいって言うじゃないですか、うん、でな、ゆいちゃんが七牛さんに領収書を渡します、うん、はい、まあ、ここまでは今までと一緒ですよね、はい、うん、で後日ですね、実は七牛さん気に入らんかったか、ゆいちゃんにその商品返品しました。ゆかーって言って、ゆいちゃんはお金返して、うん、で商品を返してもらう、うん、今までやったら大体これで終わりじゃないですか。終わりですよね、うん、でもこれからはそれじゃダメなんです、うん、ゆいちゃんは七伏さんに返品のインボイスを渡さないとダメなんです。返品、ゆいちゃんが渡すんですか。そうそうそう、ゆいちゃんがもともと仕入れのインボイス渡してるじゃないですか、うんうん、でこのままだと七伏さんの計算するときに消費税得するじゃないですか。やった。返品したのにそのインボイスで引いてもらえるから、うん、まあね、だからゆいちゃんは返品のインボイス渡して七伏さんが得せえへんようにせなあかんです。なるほど、絶対します。絶対します。でもそのインボイスは隠しとったらどうなるんですか。まあそれは売上隠してのと同じ話やから、それは七伏さん脱税だ。そう、捕まる。なるほど、牢屋行き。じゃあもうしっかりその2つのあのインボイスを持っとかないと、そう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 、犯罪になってしまうということですね。そうそうそう、大きい額になってくると、うん、なんか邪魔くさいですよね。邪魔くさいですよ。返品せんとこうと思う、ね。でもう一つは、例えば口座振り替えの場合どうするんでしょう。はいはいはい、あの例えば家とか会社の家賃とかは自動引き落としになってたりするじゃないですか。うん、そうですね。じゃあインボイスもらえないですよね。うん、だから引けないのっていう話になるんですけど、うん、原則的には、大家さんからインボイスをもらってもらうというのが原則になります。ほう、そうなの？原則はね、うんうんうん、だから毎月送ってもらってもいいですし、うん、1年まとめて1年分のインボイスをもらってもらうのも大丈夫です、うん、じゃあ大家さんがそのインボイスに申請して登録してないとダメってことですね。あ、そうですそうです、それはそうです、それはそうです。で、要はそんなんすごい邪魔くさいじゃないですか、うん、で結局ね、インボイスっていうのは一つの紙にあの全部の要件を書いとかないといけないというわけじゃないので、何種類かの紙で合わせて全ての要件を満たしていればいいので、もともと契約書にインボイスのナンバーを書いた契約書は今後例えばそういう契約書になってくると思うんですけど、うんうん、それがあればあとは仕入れの年月日以外の事項を全部契約書に書いてしまえば、うん、仕入れの年月日を保存しておけばできます、うんうん、ということになります。で、令和5年10月1日以前の契約書だと、うん、はい、契約書にインボイスの番号とか記載してないと思うんで、うんうん、その大家さんからインボイスナンバー の書類をもらって契約書と一緒に保存していれば OK です。ということは僕たちも全然関係あるんですね。関係あります。僕は別に例えば堀さんに任せきやとして自分のところのインボイスでいいとしても、はい、あるとこインボイス集めなあかん可能性あるってことですね。そうですそうですそうです。めっちゃ面倒いやん。面倒い。でもその今の家賃で言うと、うん、インボイスもらわなくても、うん、その他の内容の紙をもらっとけば、うん、大丈夫なんでしょ。うん、ただ面倒いことが出てきます。今から言いますよ、うん。今みたいにその最初のインボイスナンバーの紙とかもらうだけで置いといて、うん、で今まで通り自動引き落としで引けるっていう状況になってたとしても、はい、実は途中で大家さんがインボイスの発行事業者がじゃなくなってる可能性があるんですよ、うん、その時大家さんからインボイスの発行事業者でなくなったよって連絡があればいいんですけど、うん、そんなこといちいちしてこない可能性があるので、ね、借りてる人はその決算の時にですね、うん、実際にホームページでインボイス登録してる人って確認できるんで、うん、そこで確認して大家さんがインボイスの登録できてるなっていうことを確認しないとダメです。邪魔くさいですよね。これ何してるんですか。どういうこと、インボイス制度。何がいいんですか。いや、国がいっぱい消費税取れるんです。はあ、
はあ。あと2年後めちゃくちゃ事務作業増えそうですね。そうですね、当面は特に。でこの辺の作業って多分税理士任せになるんやろうなと思うんですよ。で結果的にうちらの仕事増えるっていう、うん、でそれで子守を上げてねっていう人、いやいやいや、そうそうそう、そう言われるんですよ。めっちゃ税理士任せでしょ、悲しい。これでもね、みんなで反対すればどうにかなるんじゃないでしょうか。もうでももう後でだいぶ経ってます、知らない前に通ってます。えらいことやな。で、今回は、うん、インボイス制度に関心のある方が多いようなので、うん、国税庁が発表しているインボイス制度 Q&A から、影響のありそうなお話をさせてもらいました、はい、うん、一つは小物質量の許可を取っている人はインボイスがなくても仕入れの時の消費税が引けるという話と、うん、2年前の売上が1000万以下になっててもインボイスの取り下げをしてないと消費税を払わないといけないとか、返品の時のインボイスも渡さないといけない、うん、家賃なんかは決算の都度大家さんがインボイス登録してるかどうか確認が必要、うん、こんなことしないといけないのっていう内容が多いインボイス制度ですのでご注意ください。はあ、ちょっとまあもうこれに対応していくしかないんですもんね。そうですね、僕たちは今から、うん、全員に関係あるんですね。全員に関係あります。うまいね。へえ。今マジで嫌そうな。嫌そう、本当に嫌や。これ関係ないかもしれないですけど、海外から仕入れてる人とかどうなるんですか。海外から仕入れてる人は、あそこです、税関で消費税を払わないといけなかったりするんで。税関で消費税誰に払ってんのそれ。国です。あ、もうすでに、ね、だ国にその段階で払って免税地から引き上げるときに消費税払わないといけなかったりします。うん、なるほど。じゃあもう申告の時にはもう消費税払わなくていいっていう。そうですね、逆に海外に輸出してる人は国内で仕入れて海外に輸出してる人は消費税還付できるとか、うん、そういうのもあります。なのでインボイスは絶対もらわないといけない。もらわないといけないですね。なるほどね、うんうんうん、はい、もうこっちこっちなもうそもそもインボイスって言葉がようわからんしね、うん、ごまかされてる気がする。まあね、ねこれ請求書ちゃうんか。とりあえずインボイスの強い堀さんのですね、うん、もうインボイス全部やってくれる堀さんの事務所に、そう堀さんにですね、顧問税士になってほしい方、堀さんの連絡先やウェブサイトなどは、動画欄に貼ってますので、ぜひご覧ください。お願いします。この相談会待ってるということで、はい、やってます。オンラインで対応。オンラインで、はい。あと堀さんからもですね、ちょっとお知らせがございます。ありがとうございます。ですね、神の TV に出させてもらっているので、お仕事たくさんいただけて、うん、いつもありがとうございます。それで、ね、今回一緒に働いている方を募集させていただきます。 うん、うちの事務所の特徴としては子育ての主婦の方が多いんですよ。っていうのも私が税理士試験を受けてる時にうちの奥さんが働いて家計を助けてくれてたんですけど、その時勤めさせてもらってたところですごくよくしてもらって、うん、子供が熱出したりとか学校の行事があったりで休ませていただいてたんですね、うん、なので私も子育てママさんを応援したい、そういう事務所にしたいという思いから、うちの事務所では子育てママさんが活躍中です。昔税理士事務所に勤めた経験のある方で子育て中のママさんはぜひ私たちと一緒に働きませんか。おブランクがあっても大丈夫です。残業はありません。おで勤務は平日のみです、うん、僕もいいかな。いいですよ。税理士事務所で働いた経験が必要なんです。そうです、そうです。平日か。子育て優先で学校行事のお休みも OK です。おでうちの事務所には扶養の範囲内で働いてるという方もおられますし、うんうん、週3日とか4日で働いてる人もいてますし、うんうん、1日 5,6 時間っていう勤務の方もいてます。中にはお昼休憩に近くのスーパーに夕飯の買い出しに行かれる方もいてるし、主婦をしながらですね。そうなんです、そうなんです、うん、で事務所の最寄りの駅は大阪の北浜駅です、うんうん、もしよかったら概要欄のリンクから応募してみてください。はい、お願いします。よろしくお願いします。いや、僕の消費税を見れるということですね。そうです。はい、そうなります。という動画では堀さんの連絡先とこのスタッフさんの募集のご案内もしてますので、よろしければ見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。堀さん、一つ聞きたいんですけど、はい、僕ら今このおまけコーナーで大喜利コーナーってやってるんですよ、はい、見てみたいですか。
見るみたいです。なるほど。いや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 、もうやめて、子供こう、あれこうインボイス回るし最近やめて。じゃあ堀さん、堀さん判定してください。いや俺も違うと思います。いやもう無理やって。面白くなかったもんだ。バッツを向こうに向けてもらうとはなるんで。あ、なるほど。丸を向けてもらうとなります。あ、なるほど、ありがとうございます。じゃあ奈良さん、インボイスの歌を作ってください。時間内に行きましょう。3、2、1、インボイスの歌を作ってください。インボイス、インボイス、仕事が好き、みんなで仲良く、インボイス、インボイス。さすが堀さんも大阪の方なんで笑いが分かってるんで。次またやりますんで、はい、次面白い回答を聞きたいください。